あかねだよ。はい、今日はこのゲーム古ぼこ幼稚園やっていこうと思うんだけど、このゲームはカノンさんが作成した何ゲー、ホラーゲームなのかな、僕全然何も知らないんだけど、とりあえずなんか幼稚園に行ってひたすら古ぼっこされるゲームらしいです。やっていくか、始めていきましょう。これ怖い要素あんのかな、やっていくよ。初めから僕本当に初見プレイなんで。このゲームには暴力シーンやグロテスクな表現が含まれています。恐ろしい。ちょっ、このままとりあえず、はい。カロンプレゼンツ。かわいい。幼稚園、はい。なさい。うん。はい。朝だ。主人公、あ、男の子なんだね。何年生？大好きなオムライス作って待ってるからね。はい、行ってきまーす。あー、なるほどね。陰キャか陽キャの差ね。じゃあ行ってきます。ねえ、幼稚園と向かう。大好きな幼稚園。なんか、うん。幼稚園生らしくなくない？言葉のチョイスが。え、幼稚園なの？もしかして大人のお友達が幼稚園生の格好してるとかそういうゲーム？幼稚園じゃないよね、これどこ？はい、こんにちは。元気？唯一のお友達、え、これ本当に幼稚園なの？ここ。こんにちは。楽しいことして遊ぼうね。お、おう。幼稚園なの？本当に？うん。怖い怖い怖い。急に女王様みたいになって。ちょっと待って、聞こえないのか、ゴミクズ。早くしろよ。怖っ。え、う、うん。え、ちょっと待って、急展開なんだけど、流れ変わったな。どうした？はい。怖い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 。絡まれてしまった。いや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 。みなみちゃん。お前あんなクソアマが好きなの？怖っ。愚かしいやつだな。首でも絞めてあげようか。やだやだやだ、怖い。なに？あいつの裏表激しいの知らないからそんなこと思えるんだよ。え、これ、あえて言葉に出すと、三股クソビッチ、性格ドブスで、陰険クソ豚なのに、天然ぶってるけど、完全にあれ作ってるからね。ああいうのってほんとくずいよね。え、これ、幼稚園生の会話なの？これ。ちょっとこれ僕の口からはちょっと言えないんだけど。私、あいつが酸素吸ってるだけで最高に鼻立つ地位は早く消えればいいんだわ。わたち？はい。やばいやばい、ちょっと待って、放送禁止用語なんだけど。あいつのパンツ盗んでこいよ。どうやってこう、うんって脱がせればいいの？ちょっと待って、どうしたらいいの？いや、好きで、好きかもしれませんけれども。いや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 、はいはい、どうしました？はい。うわ、音楽が明るいんだよな。それがまた不気味。どういう盗み方をするんですか？どういうこと？はい。弁当の中身なんだろう？楽しみだな。はい。ことみちゃん。やめないでください。お願いします。絶対なんか嫌な予感しかしないんだけど。ハンバーグだ。やったー。いやいやいや、嫌です、嫌です、嫌です。いや、絶対嫌です。いい。あー。はい。怖い。いや、自分のお弁当あるでしょ。
かわいそう。え、全部食べられちゃってんじゃん。あれ、自分のお弁当？ことみちゃん食いしん坊かな。なになにこれ。ウサは全国共通のセーブポイント。セーブスルーさん、はい、じゃしません。こえー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 、意味深な意味深なところ。はい、ありがとうございます。あ、わかりました。え、ちょっと待ってね。あ、待って、これどうやって動くんだろう。あ、いけました。セーブしたウサ。うわー、懐かしい。懐かしいね、ここね。嫌な予感しかしないんだけど。昼休みだ。僕ね、学校のトイレ絶対鍵閉めない人マンに会ったことある。それで開けたらね、いたしてて、ヒャーってなったことが一回あります。うん、好きなことしちゃう。そんで僕は隠れてゲームしてた。それはいけないよ。え、マジで重罪。見つかってしまった。あ、キモーだなー。意図的だよ、笑わせんな。いや、それはいけない。幼稚園に持ってきちゃ。見せて、貸して、触らして。は？つまんない、何このクソゲー。ボロクソに言うじゃん。つーか、お前はなんでこのゲームやってるの？もしかしてこれがお前の全てなの？いや、ゲーマーには刺さりますね、この言葉。可愛いキャラで釣ってるだけの萌え豚御用達のゲームなんだろ。内容も薄っぺらいカスみたいなゴミゲーじゃん。やだ、痛い、涙が出てくる。そんなこと言わないで。いや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 、そんなこと言わないよ。お粗末野郎。悲しいこと言う。まあまあまあ、そうだよ。あの、人をディスったり物をディスったりすることは本当に良くないことだから、みんなやめようね。どうせおめえら顔面クリーチャーなんだし、もう少し自分磨きでもしたら、心に刺さる。いや、しません、しません、そんなこと。で、怖いよー。怖いよ。これどういう気持ち見たらいいの？なんて嘘ぴょん。うん、思ってるわけないよね、琴ちゃんがね。怒ってないですよ。怒ってないよ、怒ってない、僕怒ってない。怒ってませんよ。え？ぽっちゃん。音楽が。なんで？はい。はぁ、顔が。あ、いけない。手が滑っちゃった。あらら、大変。みたろうくんの大切なゲームが沈んじゃいよ。あははははは。怖い。いやー、怖い。ちなみに僕は便器でね、スマホ落としたことあります。拾いました、ちゃんと。で、あの、洗いました、ちゃんと。いやいや、もうこれこれ大丈夫？僕やだよ。なんかうんちとかパンツとか言わなきゃいけないの、やだよ。あ、でもちゃんと手突っ込んで取らないとダメだよ、確かに。すればどうしたの、みたろうくん、手が震えてるよ。あー、早く取らないとね。何？おい、先生。喧嘩じゃないです、いじめられてるんです、助けてください。いや、あるよ、いじめられてるんです、僕。言ってないです。便器にゲーム落とされました。うそ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 う。いります、いります、心配。先生かわいい。いやー、先生気づいてよ。行っちゃったの？はい。またお弁当食べられるとこじゃん、ここ。お絵かきの時間。はい、
はあ、お絵かきとかくっさ、めんどくせえ。くっさって何？どういうこと？臭いってこと？僕あんまこういう悪口のレパートリー知らないからすごいびっくりするんだけど。ありがとうございます。本当大丈夫このゲーム？ちょっと僕で隠さないといけないんじゃないの？これちょっと待って、これ僕で隠すで、これ本当に。いや、いけるよ、いける。役に立つ、役に立たないことなんてこの世に何もないよ。そんなこと言わないで。もうこんなこと、こんなこと言う人の言葉なんかみんな信じなくていいからね。そんなこと言わないで。はい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 。悲しい。いや、夢は見てください、みんな。ちゃんと夢は見てください。いや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 、諦めるな夢を。ダメです、ダメです。こんなやつの言うこと聞くんじゃない。うわー、やめなさい。これじゃあ作者の方どういう気持ちで作ったんだろうな。やっぱり日頃思っていることを書いてるのかな。作者の人が心配になっちゃう。なるほどね。そう、これ恐ろしいことに幼稚園生が言ってるからね、このことね。こういう幼稚園生でさ、こんなこと言われるってどういうことなの？喋らなくていいよもう。お前が寄ってきたんだろ。おい、憎たらしくなってきたな。いや、そうだよ、本当に。もう正論、ど正論、この子が言ってること。何ここ、屋上？はい。掃除の時間だ。はい。一生懸命頑張ろう。琴美ちゃんしかいないな、本当に。琴美ちゃん、僕のこと好きなんじゃない？確かにね。思います、思います。え、怖い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 。そうだよね、クズ。はいと言え、ゴミ野郎。どつき回すぞ。ルリちゃんが忙しすぎるですね。どつき回すよ。はいしか選べないんだけど。ごめんなさい。まあ、幼稚園でトイレ掃除することってなかなかないと思うけど。もうやだ、見ちゃダメ。みんなこれ見ちゃダメ。僕で隠して、本当にもう教育上良くないから本当に。はい、死なすか。もうしばらく聞いてないよこんなセリフ。はい、琴美カンパニーで働いてもらうんだし、さっき夢は叶わないって言ったよ琴美ちゃん。ブラック企業だろ。ダメだよ。いや絶対ブラック企業じゃん。1日13時間働かせてあげる。でもそのうち4時間くらいはサビさんかな。意外とまともなのかもしれないとか思ってしまった。まともじゃない、やばいって、やばいって言ってるスタッフさんが。拘束時間が長いかもしんないけど、それでも週1回お休みしてあげるよ。週1回もらえるんで幸せなことだよ。確かに、確かに。週1回もらえるなら、いや、それはよくない。いやいや、やばいやばい。だって訴えられちゃうよ。なるほどね。いや、なんかリアルだな。整体行ってもってところがめちゃくちゃリアルだな。やだよ、どういうこと。琴美ちゃん逆に僕の辛い人生を送っている僕にこう優しくしてくれてるのかな。そういうこと。本当に悪い人なのこの人。はーい、わたちに。今までさ、登場人物が琴美ちゃんしかいないから、琴美ちゃんと僕しかいない世界なんじゃないのこれ。わかんないけど、深く考えすぎ。やだ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 。あ、セーブポイントね。でも選択肢、はいしか選べなかったよ、ここ。
セーブしたおさ。よいしょ。この地獄はまだ続くのか。はい。お外で遊ぶ時間だ。いやー、運動僕もね、苦手だったんだよね。見たろ。一緒にサボろう。ああ、一緒にサボろうよ。ついてこいよ、クズ。ちょっと、だんだん変な気持ちになってきましたね。クズ。野原に来た。はい。どこですか？どっちがいいかな、そっちは。まあでも先生がダメっていうことは全部ダメとは限らないから、ことみちゃん戻ろうよ。うん、私が決めたんだもん。綾乃先生が怒っても全然怖くにゃい。怖いこの幼稚園児。すごい綺麗だな、ここどういう幼稚園なの。え、やだやだやだ、怖い。うん、ちょっと落ちたくないです。落とさないでください。うん、なんもならないです。これ大丈夫、これ規制かかったりしない、このゲーム。みんな大好きロリロリ幼女なの、出す抱いて読まなきゃよかった。ことみちゃんでした。上がらない上がらない上がらない。いや、お前のことだよ、お前のことだよ。みたろん。やめて、これ以上はやめて。朝の姉妹プロジェクトはもう純粋なチャンネルなんです。やめてください。はい。え、急に。うん、急にさ、音も怖くなってきたんだけど。はい。なんですか？僕わかんないね。わからないです。教え、いや、聞きたくない。なんだろう。うん。本当に？絶対違うで、それ。え？いや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 。いや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 、そういうこと？知らない。怖い怖い。怖い。これ本当のことなのかな。しないです、しないです。いやー、怖い怖い。普通に殺すと思うんだけど、殺さないよ選んだら殺されると思うんですよ。この世の中は弱肉強食だ。どうなります。うわぁ、ドン。ひぇー。あ、やばいやばいやばい、笑いながらやばいって言ってる僕もやばいな。助からないだろう。やばい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 。うん、幼稚園を出た。そんなのいらない。どうなるのこれ。うん、お母さん？太郎。はい。
お母さんに言えないことがあるのね。はい。泣いちゃった。ごめんなさい。何？どうしたの？血は争えない。バッドエンドだ！ごめんなさい！今の正しいの何だったんだろう？これ、トゥルーエンドがあるってことだよね。そっか、ちょっとトゥルーエンド開始していきますか？よし。ということで、さっきの崖で突き落とすか突き落とさないかのところまで僕ちょっと戻りたいと思います。すいません、戻れません。あ、戻りました。じゃあさっきのセーブデータからちょっと戻っていきたいと思うんだけど。いやー、ごめんって、ごめんって。でもさ、この子が悪いんだよ、僕のことをいじめたから。いや、これなんか無邪気で恐ろしいとかのレベルじゃなくなかった、あの子。うん、引っ越してきたばかりの彼に襲いかかる。本当はもう分かっている。人を傷つけることがしたかったわけじゃない。ザレ言、暴言、暴力でしか自分を表現できないお粗末な存在。コロコロ変わる意見、定まらない自分。うん、うん。いいこと言うね。うん、うん。どうなるんだろう。私の存在を消したかった。え、この子が言ってるの？え、どういうこと？助けようとしてくれてんじゃないの？え？はあ、びっくりするよ。ちょっと待って、僕考察系ちょっと苦手なんだけど、ちょっともう一個ね、エンディング見てちょっと考えたいと思います。多分これだね。じゃあそっ、あの崖のところまで行きたいと思います。はい、ということでさっきの選択肢に戻ってきました。ここでさっきの僕はね、殺すを選んでしまったんだけど、今回は殺さない。僕これ選んだら殺される気がするんだけど、大丈夫かな。いきますよ。殺さない。つまんない。え、あれ意外と いい子な反応なんだけど。まあいっか、超興味ないし。お前なんて現実に食い殺されて死んじゃえ。嘘だよ。ねえ、知ってる？私がお前に意地悪するのなんでだと思う？なんで？なんで？なんで？意地悪をして絶望した顔で死んで行けってことじゃない？知らない。それはね、きっと構ってほしいからだよ。お前のことが好きなんだ。だからちょっかい出する。嘘嘘嘘つくんじゃない。僕は絶対死んじゃない。そんな簡単にこんな僕のこと好きになってくれる人が現れない。絶対嘘や。お前は優しいから、お前にはきっとわからないわ。マジ？ごめん、え、マジごめんなさい。さっき殺しちゃったんだけど。そして僕は家に帰った。何度もこぼれそうになる涙を我慢しながらお母さんに早く会いたいと思った。え、好きなの？僕のこと、僕のこと好きなの？あ、お母さん、顔がさっき隠れてたんだけど見えるようになってるね。帰り見たろ、幼稚園楽しかった？うん、そう、よかった。お弁当も残さず食べれたのね。偉いわ。いっぱい遊んでお腹空いたでしょ。オムライスできてるわよ。ありがとう。お母さん。
あらあら、見たろう。どうしたの？幼稚園何かあったの？はい、いろいろありました。僕は女の子をパラレルワールドで突き落としちゃったんです。いい子じゃないんです。着任強食じゃーって言って突き落としちゃったんです。ごめんなさい。これ何エンドですか？トゥルーエンド。お母さん、あーごめんなさい。突き落としちゃった。さっきでもこれトゥルーエンドだから。いやー出ましたね。お母さんがトゥルーエンドです。よかった、みんなに見せれて。でもちょっと僕のマジでちょっと人を信じないアカネちゃんがバレちゃいましたね。やばい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 。お母さん、え、じゃあ最後のセリフも変わるのかな。僕はお母さんのことが大好きだから、お父さんの分までお母さんのことを一生懸命守るんだ。だから今よりもっと強くならないといけないんだ。だから泣かなかったんだ。僕は巫女とお母さんを幸せにする。ん？あなたが大きくなっていろいろなことを理解できる時が来たら全てを話すから。私の犯した罪のこともお父さんがいない理由も。だからどうかお母さんを許して。マタロウくん、私頑張るから、頑張って生きるから。だからマタロウくん、さっきマタロウくんって書いてあったよ。ずっと私とミタロウのことを。あ、お父さんか。はあ、だそうです。あ、トゥルーエンドだからエンディングが流れてましたね。はい、ちょっと彼女の本心はわからないけど、こう悪口を言って気を引いて欲しかったみたいな感じなのかな。この顔いいですね。ねえ、そんな感じで、すごい、だいぶ、僕途中崖から突き落としちゃったりしたんだけど、でみんなもね、そういう頭に血が上ったらすぐ人を崖から突き落とすような人間になっちゃダメだよ。反面教師にしてね。あれ、この子いたっけ？この子、お母さんだった。お母さんだった。はい。制作、カロン。はい、ということで今回はフルボッコ幼稚園というゲームをやらせていただきました。ちょっと放送禁止用語とかいっぱい出てきて、僕でねいっぱい隠しちゃったゲームだったんだけど、みんなどうだったかな。気になった方はぜひ自分でもプレイしてもらえたらなと思います。また次の動画で会おうね。朝のあかねでした。バイバーイ。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくなのだ。お願いします。おー。